レーシングパフォーマー、こちらのモーターをですね、スポーツクラスのお客様にお勧めさせてもらってます。こちらに合わせてですね、今回スポーツクラスのお客様にですね、こちらですね、14ミリのですね、ブラシレス専用のレーシングパフォーマーのローターですね、こちらお使いにいただくようですね、お勧めできます。かなりトルクフルになりまして、ハイギアードに使っていただいてもアドバンテージがあるローターの仕様になっております。はい、こちらギア比ですね、今ヤタベアリーナカーペットコースではですね、ギア比、スパーギアがですね78枚、そしてピニオンギアが61枚のですね 2.55、 こちらがですねお客様の中で、私の中でもフィーリングがちょうどいい値になっていると思います。で、新角に関してはですね、初期設定のままでも大丈夫なんですが、30度ですね、もう1コンマ5ミリぐらいつけていただいたぐらいが今ちょうどいいんじゃないかなと思います。今ですね、冷却のファンは必ずつけていただいた状態ですね、こちらで85度かけるぐらいですね、80度から85度ぐらいまでで合わせていただければ、5分間のレースちょうどいいタイムが出てくると思います。今ですね、アンプのおすすめさせていただいてますのは、ヨコモから新登場ですね、 RPX、 こちらのアンプを、はい、おすすめさせていただいてます。使用するにあたってですね、必ず冷却ファンですね、こちらは取り付けていただくのが前提でのお話になりますので、お願いします。ノンブーストですね、ノンターボ、こちらのですね、スポーツクラス向けの設定になりますので、アンプの項目ですね、いじる箇所を限られてしまいますが、その中でも3つの項目がですね、パワーを引き出すポイントになりますので、ご説明させていただきます。まずはじめにですね、初期、駆動周波数、こちら 1C ですね、ございます。2キロから64キロまでですね、幅広く、設定値がありますが、ハイギアードのですね、スポーツクラス向けのお客様には2キロから8キロの中でですね、合わせていただくと、フィーリングに合うかと思います。私のおすすめできるのは今6キロですね、こちらが、低速から高速までちょうどいい伸びの、はい、仕方になると思います。できる初期スロットルですね、こちらはですね 1% から 15% まで、いじれるようになっておりますが、おすすめはですね、まず 15% の最大にしていただくようのがいいと思いますね。それに合わせてですね、パンチレート1レーンになりますが、こちらレベルがですね1から10段階ございますが、少し2割ほど下げていただきまして 8%、 あ、レベル8ですね、こちらにしていただくとですね、フィーリング、いいと思います。で、もう一つですね、ポイントといいますか、私の中のおすすめですね、こちら逆にですね、1A のパンチレートをですね、最大のレベル10に合わせていただいて、初期スロットルをですね、先ほどの 15% から 5% 下げた 10% ですね、こちら設定していただいても、低速から高速まで伸びるやつで綺麗に伸びますので、おすすめできると思います。